京ヶ岳から望む六両市、高原左奥に、大野盆地と右奥に、勝山盆地地図六路市高原は、福井県勝山市と大野市にまたがる勝山盆地北東部の京ヶ岳山麓、標高約400から700メートルに広がる大地で、ある。全域は、奥古市高原県立自然公園の区域に指定されている。 勝山市部分は2009年10月28日恐竜渓谷福井、勝山ジオパークに認定された。福井県内唯一の火山性地形である。112万年から87万年前に起こった、京ヶ岳の噴火の後、今から数万年前以降、複数回の山体崩壊によってもたらされた岩綱、誰によって形成された。京ヶ岳から流出した岩綱誰は主に、 東国に沿って流れ、高尾山にせき止められて、高原を形成した。緩やかな戦場地上の地形を形成している。京ヶ岳の山体崩壊によって流された、直径数メートル数十メートルに及ぶ岩海が、各所に露出し、福石と呼ばれている。六路市高原からさらに溢れ出た岩屑なだれは、大野盆地に達し、塚ニや大地を形成したが、今では、 開拓によりほぼ原型は失われつつある。大地の大地には、湧き水や雨水が溜まってできた、低層湿原の地形原湿原と、妻平良湿原がある。ありがとうございます。